辻先生今日もよろしししくお願いしますお願願いいまますす辻先生は2022年以降営業のやり方が変わるっておっしゃってるんですけどもどういうことでしょうかなるほどね、はい、そうですねまあ営業の未来といいますか、はいえー、22年の4月なんで、えー、まあ約来年かな、はい、1>, 1年後ですよね。 うん変わると思っています、僕は、はいえー、今まで僕が昔やってきた営業法っていうのは、えー、電話営業の即断即決営業っていうのをやってました、えーまあ、一,一番初めの営業はコピー機売ってたんですけど、まあ、その時もテレアポの即決営業をやってましたしで太陽光発電を販売してる時もテレアポの即断即決営業っていうのをやってましたで、即決営業の肝って3つあって1つが下調べさせない。で 2つ目が比較させない、3つ目が衝動買いさせるっていう、この3つがその即断即決営業の肝だっていうふうになっていたわけ、ねはい、で、でもこれはもう20年前、30年前に流行った営業法かなと思っています、うん、クーリングオフだとか、そのまあ消費者センターとかね、そういうのがなかった頃の売り方かなとか思ったりするわけね。はい うん、スマホが全盛の,の今の令和の時代に昔ほどそのさっきのこの3つを使ってね下調べさせずに比較させずに衝動買いさせる今が最高のお買い得だと思わせるとセールストークでそういうふうに演出させてで即決させるっていうやり方が今はもう効果的ですかって言われるといやー効果的じゃないんじゃないかなと実は 実はっっってていううかもうずっと持ってます、はい、うん昔ほど効果的じゃないと思ううんででかっていうと理由は簡単で一瞬で検索されてしまうからで昔は、えー、10年前はそのスマホがまだねそんなに普及していなかったからパソコンでっていう話だったのよ、はい、パソコンで、えー、パソコンに家がある家があの下調べして比較してで あ,ってあの時契約しちゃったけど思わず、ね、勢いで契約しちゃったけどやべえと <laughs> もっと安い業者あるじゃないかとここは頭冷やしてもう一回、ねあのー、考え直さなきゃって言ってクーリングオフが来るみたいな感じになってるわけね、はい、10年前で僕も結構限界を感じていたにもかかわらず今のご時世なんていうのはもうそれはめちゃくちゃきついと思うわけね、はい、多分目の前でいやあの辻さんちょっと見てよこれ 言ってスマホ見せられてあの、もっと安いところがあるよねとか言って言われちゃうわけね、うん、僕もされたことありますよ、そういうの、うん、スマホで一瞬で価格だとか、その他社とかね、それ全部比較検討されてしまう今の世の中で、うん、そんな下調べさせずに、比較させずに、で衝動買いさせず、要は検討させずに。 あの売ることができるのかっていうと、う難しいと思うのよね、はい、日本人の約8割がもう、インターネットを使ったことがあるっていう、その情報社会の中で、そんなネットを使わない情報弱者、情弱って言われる人を探す方が逆に困難なんじゃないかなと思うわけですよ、で、なんでじゃあ2022年の4月なのかっていうと、2022年4月1日に、ガラケーの,の 3G が廃止になりますよってことね。はい もうみんなガラケーが終わって 4G の方へ移行してくださいねっていうふうになっているわけですよ。はい、ってことはもう来年から小学生から高齢者まで持っている携帯電話はみんなスマホになるってことね。<laughs> で 4G になるスマホになるっていうことは例えば動画を見たりだとか今までできなかったことができるようになるわけじゃない。はいうん、そしたらインターネットも簡単にアクセスできるからすぐ気になったものだとか。 ってていううのをすすぐ検検討しししたたりりとととか比較したり検索して探すことができると思うのよね、はい、うん例えばあの水回りのなんかえらいことが起きましたとなんかトラブルが起きたってなったら昔はタウンページ調べてどうだったかなとかあの冷蔵庫に貼ってあるマグネット式のねなんか万が一のトラブルの時はここに電話してくださいみたいなやつが流行ったかもしれないけどもう多分難しいんじゃないかなと思うのよね。困ったら スマホを片手にに検索するる時代になってくると、はい、小学生から高齢者まで <laughs> そんな時代になってくるしでさらに10年後は 6G が始まるっていうやっと 5G が始まってどうのこうのっていうんだけど、はい、もう10年後には 6G が始まるよと高速モバイルが当たり前になる時代になっていくのに比較させない。 えー、検討させない、下調べさせないっていうことが本当に可能なのかっていうと無理だと思うのよ、だからこれからは下調べされることが前提になりますし比較させ、比較されることが前提になるし、じっくり検討されることが前提になる営業法になってしまうかなと思う。それらを全部無視ししててひっくり返して 今までのように、昔のように、そういうことができるのか、比較させないとか、そういうことができるのかっていうと、それもちょっと難しいと思うんだよね。で、今現在、その営業法をやっているっていう人は、多分厳しくなってくると思うんだよね、はい、来年からだんだん、もう今も厳しいと思うんだけど、だん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 、ものすごく難しくなってくると思うんだよ。 もう時代から取り残された化石のような営業法だから、うん、<laughs> そんな、ね、昔の営業法を頑張るよりもこれからあ、これからの時代に合った営業法で頑張るべきだし、こうシフトチェンジしていくべきかなと思うわけね。うん、じゃあ、これからの営業でどういうのが主流になっていくかというと、僕は広告が主流になっていくかなと思います。はい、広告です、えー、例えば チラシ広告、新聞広告、フリーペーパー広告なんかのアナログ広告も含めて、はい、動画広告、SNS 広告で、まああの、リスティング広告とかいうね、そのウェブ広告っていうのが、特にウェブ広告がも,うものすごいこう発展していくんじゃないかなというふうに思っているわけね。じゃあ、アナログの方はだめかっていうと、別にダメではないですよと、うん。新聞を読んでる人が少ないじゃないかっていうふうに言われたら、別にポスティングすりゃいい話だからあの、そういうのは別にね。 あのまあ、広告がとにかく大事ですよと、お客さんに売り込みに行くんじゃなくて、お客さんの方から資料請求してもらうっていう営業法、まあ、インバウンド型とか言っても言うんだけど、これからそういう営業法に変わっていくので、あのインバウンド型、僕はダイレクトレスポンス広告と言ってますけど、そのダイレクトマーケティング、マーケティングを駆使した営業法に切り替わっていくべきですよと。じゃあその広告営業 そのインバウンド型とかマーケティング型の営業をするのにあたって絶対に身につけなきゃいけないスキルがあります、うんはい、何かっていうとコピーライティングのスキルですね、うん、あの各技術各技術です、はいうん、そのコピーライティングの身につけているかどうかでその営業法が決まってくるかなというふうに 思っています、うん、僕は10年前にそれを必死こいて学びました成果が出るまで2年かかりましたけどもうあの海外の事例とかもう全部ひっくるめてあの調べて探してで探したけども太陽光発電の事例なんかないわけですよ <laughs> 参考になる事例がないわけだから異業種の事例を引っ張り出してこれをなんとか僕の太陽光発電の応用にできないかと。 で情報商材っていう,こう怪しい人たちのやり方を真似して、通信販売よね、ああいうのやってる、健康食品なんかも通信販売で売ってるわけなんだけど、ああいう通信販売をやっている人たちの,その技術を訪問販売の世界へ持ってこようと思ったわけね、これからは法犯から通販だみたいなことも言っていたんだけど、その通販の技術を法犯の世界へ持っていきたかったわけね。じゃあそれに するにはどうしたらいいのかっていうのを考えて、僕はチラシ広告っていうのを選んだわけね、まあ、まあ10年前だからね、あのー、スマホとかどうのこうのじゃまだなかったから、チラシ広告が一番いいと思ってやって、それがまあ見事に当たったわけですよ、で、単純なチラシ広告をやればいいっていうわけでは、もちろん違いますよと、うん、普通のチラシ広告なんかやってても、あのお客さんからの請求なんか絶対来ないから、だからコピーライティングのスキルが必要ですよっていうふうに言ってるわけね でコピーライティングを学ぶとその広告を書く以外にもいろいろいいことがあります。例えば、まあ、今僕がやってる YouTube なんかのその動画とかのそのまあスピーチとかねそういうのも役に立つし例えば、えー、朝礼なんかでやってるスピーチだとか、はいうん、説得力のあるその 指導法とかね、後輩や部下に対して指導するやり方なんかも説得力が出てくると思うのよね。そういう、その和法じゃないけど、その書き方、コピーライ,ライティングのスキルっていうのを、そのスピーチの方へ持ってくると、それをまたすごく役に立つスキルになってくるので、あの、人を動かす最強のスキルがコピーライティングかなっていうふうにも思っています、僕はね。だから、あの、これから来年以降ね、 もうみんながスマホを持ち出す検索する時代になってくる比較検討をしてくる時代になってきますのでその時に他者とは違った見せ方をしなきゃいけないと、うん、じゃあどうすれば他者と違う見せ方ができるのかとおこいつはよそとは違うなっていうふうに思わせるためにはどうしたらいいのかっていうのをコピーライティングで できることができますよっていうことを言いたいので、まあ、ぜひねそのちょっとコピーライティングっていうのをこれから営業スキルとしては必須になるスキルになるかなと思いますのでぜひちょっとね身につけていただければなと思いいまます辻先生今日もあありりががととううごござざしたいます。